DICU岡里穂です。これ全部伝統色です。日本の生活の中で生まれた独自の色ですよ。例えばトキ色、トキの羽に太陽が透けた色だから白じゃなく薄ピンクに近いんです。こういう話は DICU のカラーガイドに載ってて、寝る前に読むと穏やかに眠れます。伝統は生まれ続けるもの、それを色にするのも科学の役目なんです。ああ、科学愛が止まらない。 DICU岡里穂でした。 DICU岡里穂です。液晶のカラーフィルターって綺麗に並んでてお行儀いいですよね。私のお気に入りは G58 シリーズだって。分子式の真ん中に亜鉛が、斬新でしょ。しかも G58 は世界中で使われてるんですよ。緑色の定番、これからは 4K、8K の時代、もっと美しい色目指してまだまだ進化します。ああ、世界に彩りがあって幸せ。だから私科学が好き。 DICU岡里穂でした。DICU岡里穂です。今日は友達を紹介してもいいですか。はい、スピルリナのリナピです。なんとカリフォルニア生まれ。リナピは高タンパクで栄養抜群、少ないエネルギーで育てられるから食料問題だって解決しちゃうかも。リナピは超緑なのに綺麗な青い食べられる色素にもなっちゃうんです。光合成で CO2 を吸収してくれる自然が生んだすごい子なんです。だから私科学が好き。 DICU岡里穂でした。 DICU岡里穂です。皆さん、液体から気体を取り出したい時ってありますよね。私が使うのは中空脂膜モジュールのセパレル。なんと水だけじゃなくインクにも使えるんです。綺麗な印刷は脱機がないと始まりませんからね。もちろん半導体を洗いたい時にもこの子の脱機で超純粋が作れます。最近だとエクモの人工肺にも使われてますし、液体処理には欠かせない名脇役よ。さあ、毎日脱機脱機、ああ科学愛が止まらない。 DICU岡里穂でした。 DICU岡里穂です。これ何かが違うと思いません？そう、無溶剤接着剤なのに気泡が残ってない。デュアルムで接着してるから綺麗なんです。接着剤って塗りやすさも大事だけど硬化速度も大事。硬化するのが早いと気泡が残っちゃうし、遅いと連続ラミネートがしづらい。そこのバランスが見事で、シンプルに製造できるから CO2 も削減、地球に優しい。ああ科学愛が止まらない。 DICU岡里穂でした。 DICU岡里穂です。私の推しの強押し出した層フィルムはイージーピール。密閉してるのに開けやすい。何なんですか、ツンデレなんですか。もう開けちゃいますよ。さすがイージーピール。あ、しかも密閉されてるから消費期限が伸びるんです。ってことは廃棄する食べ物が減る。優しい。だから私は科学が好き。 DICU岡里穂でした。